も始まりました、八学クロス。この番組では八戸学院大学の学生や八戸学院厚生高等学校の生徒がパーソナリティとなり、大学や学校のいろいろな話題や情報などについて語り合い発信していきます。今週は八戸学院大学地域経営学科の堀江晴樹と、同じく地域経営学科の中野あずみと、同じく人間健康学科安住直弘がお送りします。今週もどうぞお付き合いください。今週は節分についてと春休みについてお話をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、まずは最初に節分について、お話ししていきたいなと思うんですけれども、はい、安住さん、はい、節分といったらどういうこうイベントですか？節分、はい、鬼に豆を投げる。そうですね、鬼に豆を投げて厄を外に出すみたいな、はい、そういう行事だなっていう頭の認識でしかない。そうですね、もうスーパーとか行けばもう豆がいっぱい売ってますね。まあそういう、まあ、豆をまくっていう、まあ、イベントなんですけれども、そういう、まあ、各家庭でこう豆をまくのかっていうのがちょっと自分気になりまして、こう安住さん、ちょっとどうですか、豆をまく習慣っていうかありますか？僕ん家では豆をまく習慣はない。あ、ない。ひたすらに豆は食べるもん。あ、そうなんですね。ということで落花生をいっぱい買ってきて、もうひたすら皮むきながら豆をピーナッツを豆を食べるなっていう。でも学校とかで、小学校とかでは豆まきしたなっていう、そうですよね、思い出はありますね、小学校幼稚園ですよね。結構豆まいてそれをこうお家に持って帰るっていう、で、まあ、食べるっていう、食べるっていう。豆は食べるもんですよ。そうですね、食べるもんじゃない。逆にあの中野さんとかはどうですか、家では？私は小学校とか中学校の頃までは家で豆まきをしてたんですけど、落花生を空のまま投げるから、あの踏んでボロボロになって、掃除がね、いやでも確かに落花生空のまま投げれば投げたと思うので食べれるもんね。確かに食べれなくて、ね、そういうやり方もあるのか。なるとちょっと話は変わってくるかもしれない。巻いてもいいかもしれない。巻いてもいいかなっていう気持ちで。そうだよ、踏んじゃったらもうね、食べれなくなっちゃうので。靴下までね、終わるもんね。まあ自分も、まあ一応巻くんですけども、まああんまりこうたくさんは投げずに、一つとか二つぐらいしか。一つ？一つか。はい。一つ投げる。一つぐらいしか投げないので、まあやっぱりもったいないっていうのもやっぱあるので。まあ、1つか2つぐらい投げて、まあ、やっぱり今の時期、まあ、雪とか結構積もってるので、まあ、春雪が溶けた頃にあの投げた落花生が出てくる。あ、出てくる。そうです、雪の埋もれちゃってる。そうです、豆がね、まあ、今は、まあ、豆まきっていう、まあ、イベントも行ったんですけど、もう一つ、まあ、恵方巻きを食べるっていう、まあ、習慣があるんですけども、まあどうですか、恵方巻きどっちの方角を向いて食べるっていうのがあるんですけれども、向いて食べますか？あ、向いて食べます。お、私も食べます。自分は向かないで食べちゃいます。それはただの太巻きです。まあ家の中にいてもなんかどっちの方角かなっていうのがあまりこう分からないので、なんかどっちを向いて食べるんだっていうのはこう頭の中ではありつつ普通に食べちゃうっていう。いや、もうアプリとか使って。調べます、ね、しっかり調べてちゃんとありますよ、そのプリン。ちゃんとこっちなんだなって思って、ちゃんとその時は何も喋らないで食べる。ということで、まあ、まあ今はまあ節分について話してきたんですけども、まあ、次はまあ春休みについて話していきたいなと思います、はい、これから春休みっていうことなんですけども、もうまずはまあ定期試験の方お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、どうでしたか今回の定期試験は。いや、まあ教科数が僕は3年生いたので少なかったので。そうですね、まあ、それなりにですかね、それなりに。あ、それなりに、まあ、あの教員採用試験の勉強しながらでも勉強できたかなって感じ。まあ、やっぱり教員を目指してるということで教員のこう科目が多いっていうが多かったですね。なんか実技系のやつとかってあったんですか？実技は
あのテストはないんですけど、まあ、最後発表会ってことでダンスの発表会をしました、1月にしたんで、大学のあれかな SNS に載ってたので、まあ、ぜひぜひご覧ください。中野さんどうでした？2年生だったら大変だったんじゃないのかな。いやそうですね、2年生やっぱ多いですからね。2年生の時は科目減って負担はちょっと減ったんですけど、やっぱりなんか特に選択科目の結構やばい。あ資格取る人たちはちょっと多いから大変で、でもまあまあまあかな、まあまあかな単位は取れました。一番難しかった教科とかありますか？民法がすごい難しい。おー、民法、法律系はね。そうですね、やっぱり難しい。自分はい、あー丸罰問題だったんですけど、おーそうですね、丸罰問題とか、ね、簡単な問題ほど解けないみたいなこと、やったのに分かんない。自分も去年あの民法受けたんですけども、うん、やっぱりあの、ま、丸罰だとなんかどっちも合ってるように見えるんですよね。どっちも合ってる。なので本当にこうちゃんと勉強しててもいざとなれば本当に迷うので、そこで結構点数を落としちゃうっていうのもあるので、やっぱそういうのって文を一つをしっかり覚えなきゃいけないので結構難しいですよね。記述の方が簡単で意外とそうですよね。まあ、今回まあ自分もまあテストは少なかったんですけれども、まあやっぱりこう論述系というか、こう自分のこう意見とかね、考えを書くっていう教科がかなり多くて、復習とかしててもやっぱり当日問題がどういうのが出るかっていうのは本当にわからないので、当日やっぱりこう考えながら書くとなると、やっぱりこう時間の配分とかが難しくて、めっちゃわかんない。さっき3年生になるとよくわかる、思う。あ、どうですか？そういう覚えてきたことじゃなくて、考えろみたいな問題が出てくるのが多くて、そういうのすごい嫌なんだよ。だから、解いても解けた感じしないっていうか、そうこれは本当に当たってんのかなみたいな。そうなんですよね。から、まあ、4問あるテストが、その論述系の4問あって、うん、2問目を解いてる途中にもうテストの時間が半分過ぎてたっていうあって、本当に後半めっちゃ急いで焦って書いたんですけど、まあ大丈夫だろうということで。じゃあまあ定期試験を終えてちょっとまあ一段落して、まあ春休みに入るんですけれども、これから春休みどう過ごしていきたいかなっていうのは皆さん考えてたりしますか？僕は勉強もしながらなんですけど、はい、まあ大学生ほぼ最後の春休みかなと思って、そうですね、4年生になったらもう次の準備になる、春休みっていうのが準備になっちゃうので、ちょっと遊ぼうかなっていう気持ちが強くて、そうですね、僕昨日までスノボスキー実習に行ってたんですけど、はいはい、まあ、スノーボードやったんですけど、はい、ちょっとスノーボード楽しくて、おちょっとやりたいなっていう気持ちになってま す, いいです、ね、春休みちょっと2月の頭ぐらいもしか多分空いてないと思うんですけど、そうですね、ちょっと行けるだけ行きたいなみたいな気持ちになっています。やっぱりちょっとハマっちゃった。ちょっとハマっちゃった。やっぱね、意外とこう滑れるようになるだけでも、やっぱ、ね、なるだけでまた行きたいっていう感じになりますもんね。中野さんはどうですか、春休みは？っていうか私も遊びたい。遊びたい。いやそうだよね、みんなやっぱり、うん、テストでこう詰め詰めに遊びたいなっていうのと、専門学校に通ってる友達が東京に行っちゃうんで、会える間に会える間に会える間に、後悔がないように遊びたいな。2年生がちょうどそうで、専門学校の子とか短大の子とかと別れ目になる。そうですよね、やっぱり学生だからこそこう遊んだりとかできるので、うん、今の時間が本当に大事だなと思うので、ぜひぜひ遊んでもらったらなと。まあ自分も、まあね、ラストのね春休みなんで、はい、まあ遊んで、もうみんな遊ぼう。そうだよね、うん、まあこんなにね、時間があるのも多分今の春休みぐらいまでかなっていうのがあるので、うん、一日一日大事に過ごしていきたいなと思います。ということで、まあ節分についてと春休みについて話してきたんですけども、八戸学院大学から、入試情報をお知らせします。
八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部ではまだまだ出願を受け付けております。総合型選抜 C 日程、共通テスト利用 B 日程の出願期間は1月27日金曜日から2月9日木曜日まで、一般選抜2期 C 日程の出願期間は2月13日月曜日から2月27日月曜日までとなっております。すべてウェブ出願となっておりますので、詳しくは本学ホームページをご覧ください。お届けしました八戸クロス、いかがでしたか。八戸学院大学と八戸学院厚生高等学校ではホームページや各 SNS で学校のいろいろな情報を発信しています。ぜひそちらもご覧ください。今週は八戸学院大学地域経営学科の堀江春樹と、地域経営学科の中野夏実と、人間健康学科の安住直弘がお送りしました。来週の八戸クロスもお楽しみに。お楽しみに。